はい、えー、次は人生というゲームですね人生というステージを与えられて私たちはどんなゲームを選択するかってことが完全に任されているんですよねでもやっぱりねやっちゃいけないのが私がやっちゃいけないと思うのがあまあんですかね、えーまあ、進学とね就職っていうゲームに乗ってしまうことなんですよこれはもう今ねあの衰退のブームなんですよだからこれに乗ると成功していくのがかなり難しいと相当能力が高い方じゃないと生き残っていけないんですよ そして相当能力が高い方はこのレールを否定するんで相当能力の高い方っていうのがなかなかねこの中にいないってことなんですよ能力の高い方がいなければその業界っていうのはレールっていうのは発展しませんから能力の低い方でね就職進学とかっていうのが埋められていくっていう理屈があるそうなんですよ私はそれを聞いてねなるほどなと思いました、まあ、ですんでこれからあーもう今ね大人になってしまった人はもう仕方がないんですけどもこれからあー生まれてくる子供たちとかまだ10歳にも満たない子供たちにねちょっとねメッセージを送るとしたらあの 世の中の自分の得意で楽しめるゲームを見つけるための旅をしようってことなんですよね。あのすごく楽しいものとかものすごくねあの興味があるものとかものすごく自分に有利なもの得意なものこういったものが必ずありますんでそれを探す旅を、えー、旅に出てほしいなと思います。でその旅に一番最初に自分のチームパーティーに誘うべき人っていうのは両親なんですよ。 自分の直接の親とか保護者みたいな方ね自分に資金提供してくれるいくらでもお金が出てくるそういう風うな身内ってものを手に入れなければなりませんでお金がねいくらでも出てくるってことはねなかなかないと思うんですけどもやっぱりね子供の頃ってある程度のその行動範囲っていうのはそんなに広くないですから狭いところからなんですよ例えばあっちこっちに行きたいと思っても三輪車や自転車を買ってもらうレベルから始まりますんでそんなにね大きなお金かかんないと思うんですよ で年齢を追うごとに自分の責任と選択の権限が出てきますので、えー、例えばね高校生とか大学生になってくるとちょっとしたね、えー、旅行に行ってみると県を越えて1人で旅をしてみるとか場合によっては海外に行ってみるってことになりますそういう時に自分の資金がありませんから親に頼れるような環境を作っているかなってことなんですよ肝心なのはここです、えー、15歳とか20歳とかこの辺になってきても自分の意欲はあるんだけどもお金がないわけですよ だから親からお金をもらえるような関係を親と作っておくってことが大事です。やっぱりね あの幼い頃に反抗したりとか言うことを聞かなければあいきなり旅,旅,に行き旅に行きたいから金をくれっててもくれないですよでも信頼されて親が自分の子供にいくらでも投資してあげるぞっていう風なマインドになっていればお金は出てきます無理してもでもそういう風な環境を作ってない人にはお金も出てこないし信頼されてないからお前が何を挑戦しても失敗するよっていう風に言われて潰されてしまうんですよだからね親が潰してるようであって結局は自分がまいた種なんですよね親に信頼されるようなあ人生を過ごしてきてるかどうかそういうこともやっぱりね子供への教育 教えててていいかなくてはならないかななななくははらと私は感じてますよね子供が生まれてきて物心ついてきた頃にはお父さんお母さんといい環境をね作っていればいくらでも支援が受けれるんだよってことをねやっぱりここまでで話してもいいと思うんですよえそしてですねお父さんお母さんに嫌われていたら要求を出してもやっぱり聞かれない可能性が高いよってことねそれは世の中の原理ですからあの親にも親に限らずですけども世の中に出ても気に入ってくれる人がいれば気が合う人がいればやっぱりね付き合ってくれるんですよいろんなことに援助もしてくれるんですよ 飯も詳しくくれるんですよ。でも嫌われていたら何にも助けてくれないですよね。 人に嫌われていたらだから人に嫌われることがどんだけ損なのかとかね自分が傲慢でいること傲慢でいることは嫌われることにもつながりやすいんでそうなることがいかにね損なことかっていうねその合理性をまずは親が教えていくのが一番最初のロールプレイングゲームの第一歩なんじゃないかなと思いますよねそうすることによって子供っていうのは世の中から自分の得意なゲーム好きなゲームを選ぶ可能性がすごく高くなるんだと思うんですよそういう風うな形でね大人になってももっともっと人に嫌われないように人に好かれるようにすれば人の心をねコントロールすること できるるんんだっってていいいうなななな思思考になってくるんじゃないかなとまます、まあ、ちょっとね戦略めいていやらしいような感じもしますけどもあのそれがね自然にできるといいですよね人の喜ぶことが自分の衝動として自然にできるようになればねで人のこの喜怒哀楽にね自然に共感できるようなそんな優しい人になれば結局は自分の人生っていうのは優しいものになるんではないかなと思うんですよだから無益なね戦いに巻き込まれなくても済みますし勝とうが負けようが自分の思い通りの人生をデザインすることができていくんではないかなと思っております、えー、今回は以上です Thank you.